組織が不老不死の薬を研究中に資料を生み出し、各地で資料事件が勃発し始めてから20年もの月日が経った。資料は世にはびこり、人間を襲い、襲われた人間が資料となり、また人を狩り続ける。人々は住居を追われ、衣服を奪われ、この世の終わりを迎えようとしていた。